だからその間、王の代理を務める人間が必要になるでしょう。それをカロン、あなたに命じるわ。この書をもって、宋孟徳が不在の間、宋始皇に義王、並びに丞相としての権限をすべて移譲するものとする。ね、姉さんが義王。カリンお姉様の代わりをしますのよ。カロンさん、あなたが義王の代理ということですわ。これでいかがでしょう。お、似てる。つまりあなたは犬以下ということかしら。犬以下。ばあ。うるさいうるさいうるさいっす。ああ、疲れたんす。プリンに静かにしてほしいっす。姉さん、みんな本物よ。それにあなたはカリンお姉様ではなく、私の姉さんのカロンよ。ありえないわ。純育も加工豚も加工園も死んだもの。そうそうはこの私よ。カリン様、僕も南蛮に行きたいです。行ってもいいですか。わーい、お兄ちゃんも一緒に旅行だ。あっと着いたにゃ。ここがミーたちの国の村にゃ。ちょっと、見えてる見えてるから。こんにちは。様からも大変評価をいただき、すでに出展の確約もいただいております。この陳竜にも雷電商会の出展を認めていただきたく。そうね、私が見たこともないような一品を用意できたなら、どうにかして土地を工面してあげる。おー、震えてるよ。こちらはからくりが組み込まれているそうで、こちらの持ち手部分についている装置を動作させることで、挿入部分が振動、人体ではどうしても不可能な動きを可能にした品でございます。あ、マーチさん、どうしたのその格好。お似合いです。殺してください。見たことのない景色ね。確かにこれは想像以上だわ。新恋姫英雄譚5、2023年3月31日発売。